水のホタルめっちゃ楽しみだね。まあ、水主人公来たら動画作るわ。多分水主人公強いと思う。水元素っていう元素が原神の中でも、まあ、汎用性とか、まあ、感電も、感電反応が一番水関連だと弱いかな。それでも感電波があるぐらいには強いし、凍結波、マジで強いね。回心率40上がるし。蒸発反応、火力2倍、1.5 倍、弱いわけないね。で、まあ、水と炎、水と氷、水と雷、全部強いからね。水主人公は一番期待していいんじゃないかな。ヒーラーホタルンか。それいいな。水主人公、ヒーラー説ね。確かに。主人公、せっかく7種類のパターンで組めるんだから、そのうち1つがヒーラーでもいいじゃないかっていう話か。確かに。水主人公、ヒーラー説全然あると思うよ。バランスおかしくならないから。いいんじゃないですか。バーバラとカブルクね。もう多分、いや。キャラクター7、主人公万能キャラで7種類に変えられるとして1パターンぐらいヒーラーは作らなきゃじゃん。なことない。まあ、メインアタッカーやれるのが岩で、サポーターなのが雷と風、草もサポーターかなじゃん。ヒーラー、まあ、水、多分ヒーラーが水になる、そしたら。まあ、炎はアタッカー型じゃない？まあ、残ってる国が炎、水、氷ですから。まあ、炎のヒーラー、氷のヒーラーよりは、水のヒーラーの方がイメージつくしね。もともと水元素って回復の元素なので、まあ、今は HP の元素になってるけど、水主人公ヒーラーは全然あり得ると思うな。でも、キャラの被りとか、そういうのは気にしてないと思う。水は調整難しいやろうな。まあ、でも水の神様の性能がぶっちぎってて多分、いや、でもどうなんだろうな。神様の性能想像つかんわ。水の神メンヘラって言われてるよね。なんかヒステリー起こすらしいな。水の神様。ネタバレにはならんか。なんかスメールのストーリーの最後の方で謎の声がしたじゃないですか。で、あれがなんか水元素の神様なのではって言われてたんですけど。あれ違うよな。てか違うんだよな。違うかってんな。あ、誰だったっけあれ。今のイベントよ。今のイベントってか今のバージョンのイベントよ。3.6 のイベントのウィンドブルーム祭のイベントやったらさ、なんか、魔女会の人、うちの一人のメンバーの声だったじゃん。これはネタバレにならんな。大丈夫だよな。むしろ、イベントやってなかったら、知りもできない、知ることすらできないんだから。ここにいる人たちの中には、運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれないわね。え？世界が稀に変動を起こすとき、彼女は預言者のように、人々に真相を暗示するから。もう、声聞いたかもってこと？魔人任務でスメールの最後に聞いた声はもしかしたら2個かもってこと？なんか水元素の神、水の神だと思ってたけど。まあなので水元素の神様が、マジで声優さんが誰なのかも、どんな声なのかも、結局未だに分からずじまいなので。2個って人か。もうあんま覚えられてないけど。水の神の声優さんが、あれね、このスバのアクア様の声優さんだね。だといいな。イノリンは絶対原神に来る。だってめっちゃ人気な声優さんやから、絶対いつか来るよ。いつかは分からんけど、まあ、来たら完璧するな。イノリンとリエリーとアヤネルしか知らなかったから、私は声優の中で。だからこの3人が演じてるキャラは絶対引くの決めてる。小安さんでした。え、リオ。水の神でイノリン来てほしい。イノリンな。まあまあ、なんか、ちょっとなんか私、まあ、水の神、氷の神でもいいけどな。どうだろう。ちょっとまあでも水か氷のイメージあるわ。わかる。